ただ武雄は、日本海軍の軍人。最終階級は、海軍中将。1890年10月7日、岩手県で森岡中学校長、ただつ広の次男として生まれる。森岡中学から、東京府立第一中学へ転校。府立一中を卒業後、海軍兵学校へ入校し、1912年7月、同校卒業。海兵同期に、 大西田次郎、宇垣きまとい、山口多門、福留茂、岡新、千田貞田都市、吉良俊一など。1913年12月、海軍少委任官。1918年12月、五防備隊分隊長に就任するが、1919年4月、病気のため退名となる。1920年6月、軍令部主指として復帰。1922年5月、 新遺分隊長となり、同年12月、井上義香元水付副官兼軍令部副官に転じた。1924年12月、菊月駆地区区官長に就任し、1925年12月、海軍少佐に昇進し、津田区畜官長に着任。1926年4月、奈良駆地区区官長に転じ、佐世保鎮守府付、海軍省人事局。 第2課局員を経て、1930年12月、海軍中佐に進級。1933年9月、練習艦隊参謀に発令され、1934年10月、鶴見特務艦長に就任し、同年11月、海軍大佐に昇進した。1935年11月、人事局第2課長に転じた。百三十八年十一月、 戦艦、霧島艦長に就任し、第三図開士艦隊参謀長、公安院員調査艦出向などを経て、1940年11月、海軍少将に進級。1941年9月、第11航空艦隊、第21航空船隊司令官に発令され、太平洋戦争海戦を迎えた。台湾からフィリピン攻略戦において、航空戦を戦い、その後、 ラバウルに進出。その間、一空や台南空、三空の活躍で熾烈な航空船を展開した。1942年10月10日、南西方面艦隊圏、第2、南津海艦隊参謀長に就任。1943年9月20日には、第13航空艦隊参謀長も兼任する。同年11月1日、海軍中将に進んだ。 1944年に入ってからは、航空本部総務部長、さらに海軍省軍務局長に営転。1944年9月5日、陸海技術運用委員会が設置され、佐藤健良陸軍省軍務局長と共に、副委員長を務めた。特殊機種兵器開発のために、陸海民の科学技術の一体化が図られた。井上成美が大将に進級後、大将の時間は、 例がないことを言い、負け戦大将だけはやはり出来という戦竜に残して海軍次官を辞任。井上の後任として、与内三政会将はただを海軍次官に、大西滝次郎を軍令部次長にそれぞれ当てた。1945年5月15日から11月20日まで海軍次官を務めたが、米内に鈴木貫太郎、東郷持ちながらが陸軍に勘付かれないように密かに、 終戦工作を繰り広げていた中、恩恵派だったただは、体制に焚きつけられ、豊田総務軍令部総長も含め最後は、徹底抗戦派に組みしていた。実質上最後の海軍時間を務め、敗戦後に、予備役に編入された。ありがとうございます。